電話投票は公営競技の投票権を電話回線やインターネットを使って購入する投票形式またはそのシステムのことである。その中でも特にインターネットを利用しての投票はインターネット投票と呼ばれる。1974年に中央競馬で初導入され、現在は中央競馬、地方競馬、競輪、協定、 オートレースの全国各地で開催されている全レースを対象に購入が可能。20歳未満などの競馬法、自転車競技法、モーターボート競争法、小型自動車競争法によって購入が禁じられている人や法人、破産者で復権を得ない人などを除く万年齢20歳以上のものであれば参加が可能である。電話投票開始時は利用者が 電話投票窓口に直接電話をかけ、オペレーターとの対話によって、購入対象を伝える CRT 方式と呼ばれる方式が取られていた。この方式では、投票窓口に多くのオペレーターが必要となり、競争直前には電話回線が複層になり、つながりにくくなる対話方式のため投票の確認に時間がかかる、通話を録音する必要があるなど、投票会員を多く集めるには、 制約が多かった。また人件費などのランニングコストが多額になるため、会員は入会の際に保証金を預金口座に収める必要があった。現在も CRT 方式による投票は存在するが他の方式への移行が順次進められており、新規の会員募集は実施していない。後に次に紹介する三種類の形態が提供されたが、二0二0年現在は アルス、iPad の2方式での対応となっている。ファミリーコンピュータを利用した端末パッド方式が本格的に導入された当初は、パッド会員とアルス会員を別々で募集していた。一時は JRA の即パッドや JRA ダイレクトを除き、i、p a d アルスの両方が利用できるようになっている。かつては以下のパッド方式対応機器。 ソフトが発売され投票可能であったが、現在は発売、サービスともに終了となっている。なお投票が可能な端末であっても、すでに危機器自体の保守、修理受付はすべて終了していたため、故障した場合には、他方式への乗り換えが必要になった。また投票可能な機種でも、ソフトのバージョンによっては、中央競馬において、開催9日目以降の情報が取得できないなど、 利用制限があった。また競馬場やウィンズの最寄りの投票券発売所に遠い競馬ファンのためにコンビニエンスストアを利用した SAT 方式というのも試験的に導入されたが、iPad 方式で携帯電話からも投票できるようになったことからこれも廃止された。希望者には端末やインターネット、ファクスなどを使って各種情報を利用することもできる。 購入金額は原則として全、掛け式100円単位。締め切り時間は、基本的に、アルス方式、JRA ダイレクトは、当該レース発送5分前、I、パッド、パッド方式では、それの1分前まで購入可能。ただし、JRA ダイレクトの場合は最低購入金額が1000円、以上100円単位となっている。なお、中央競馬では、 重症競争の前日発売の他に、i、パッド、パッド方式、JRA ダイレクトでは、日曜日開催分の夜間発売にも対応している。ただし、2009年までは1月から3月下旬、頃までは原則として、積雪等による開催中止やコース変更を考慮して、前日、夜間発売は実施されなかったが、例外として、 フェブラリーステークスと JRA が指定した日のみ発売された。2010年以後は基本通年で前日夜間発売を実施するようになったが台風や積雪などが予想され開催に支障をきたす場合には前日夜間発売をしない場合もある。また2016年10月の外戦文章を皮切りに日本の各競馬団体に所属する 競争馬が日本国外の重症競争に出走する場合、及び日本馬の出走の有無に関係なく、世界的に知られる主要重症競争について海外馬券として発売する競争があり、これも基本的にソックパッド、A パッドに会員登録、審査に合格することで購入することができるようになった。ただし、オッズ、払い戻し金については、 独自プールでの発売となるため、JRA 独自の集計とする。即パッド A パッドであっても、JRA ダイレクトおよびフィーチャーフォーン用アプリでは購入することができない。なお、出走等数があまりに多すぎる競争は発売対象とならない。なお、2018年9月22日の東京競馬場を皮切りとして、 キャッシュレス投票カードの JRA ユマカが順次導入されることになり、これまでネット投票に限定していたウィンゴは同9月23日から海外馬券も同10月7日の外線門賞から中央競馬開催日に限り競馬場やウィンズで購入できるようになった。JRA ユマカは電話、ネット投票会員でなくても会員登録可能。 従前の電話投票専用講座を開設し、勝馬投票券発売日の前営業日のまでの残高の範囲で投票できるサービス。残高がなくなるとその節のレースの投票が一切できなくなるが、ページ払い込みを利用した即時入金サービスを2007年8月11日より開始した。入金1回につき110円の手数料がかかるが、残高がなくなったり、 平日に入金し忘れても、インターネットバンキングや最寄りの ATM を使って、即時に追加入金することができる。ただし、電話投票用の口座は、勝馬投票券発売日直前の指定日時より、決済日にあたる勝馬投票券発売日直後の銀行窓口営業日まで、口座の入出金が取り扱いできないため、電話投票用以外の普通預金口座が必要となる。 なお、指定口座が三菱 UFJ 銀行、リソナ銀行、東方銀行の場合は、勝馬投票券発売日前日の指定時刻まで入出金が可能。また、ATM での払い込みを利用する場合は、その ATM を設置している金融機関のキャッシュカードが必要となる場合もある。2019年10月より消費税率が10%に変更されたことに伴い、 A パッドの入金手数料が変更された。即パッドは、前述の通り2005年6月18日より、開始されたサービスであり、2020年2月現在は、以下の休業で対応している。JRA ダイレクトは、2011年4月22日より、開始されたサービスであり、2021年3月1日現在、以下のクレジットカード会社5社で対応している。 JRA ダイレクトは1日の購入回数は1月あたりの購入限度額の範囲内であれば無制限であり1回の購入につきシステム利用料が100円かかり1月あたり10万円までの制限がある登録は翌月1回払いのみでの支払いとなりリボ払いや分割払いなど金利負担を伴う支払い方法は利用できない以下のシステムがあり 主催者により採用するシステムが異なる。現在、全主催者の全競争を発売しているのは、楽天競馬とスパッド4のみ。なお、兵庫県競馬組合が使用していた、独自の電話投票システム、テレジョッキーソノダ、姫路は2005年より、D ネットに移行のために廃止された。また、岩手県競馬組合も、独自の R コールを運営していたが、 2009年1月12日を最後に廃止された、オッツパーク地方競馬電話投票 D ネットを運営していた日本レーシングサービスから電話投票事業を譲り受け、新しい運営会社、オッツパーク株式会社を設立。2006年4月1日より、そのサービス名称もオッツパークに変更した。全競争を発売する主催者は、 オッツパークの新投票システムが使用可能。また、南関東公営競馬は一時ダートグレード競争開催日に限り全レース発売していたが、現在はダートグレード競争のみの発売となっている。スパット4楽天競馬2006年3月31日、楽天と南関東公営競馬がインターネットを用いた勝ち馬投票業務に関して業務提携を締結。 他の地方競馬主催者にも加盟を呼びかけ、これに対し4月19日に北海道競馬が加盟を表明し、さらに5月31日には残る全ての地方競馬主催者も加盟を表明した。投票サービスは2007年2月から開始されている。iPad 当初は2012年10月2日から原則化、水、木、土、火に JRA のインターネット投票システムでも 地方競馬の勝ち馬投票権が購入可能になったとされたが、同9月30日の阪神競馬場開催が中止となり、翌10月1日に代替開催が行われることから、口座処理の関係で10月3日からの発売に順延された。ただし JRA ダイレクト会員は、全面的に、また当面日、水、木と12月29日の競争については、A、 パッド会員は購入できない。また月、金曜日は即パッド A パッドとも指定された日の翌日なので、この日は本来発売がないことになっていたが、16日の中山、阪神それぞれ第5日が台風による競馬開催への支障を来す恐れから開催が取りやめとなったため、17日に大体開催されることになったのを受けて、急遽、門別、多い。 名古屋の3競馬場の馬券を発売することになった。火曜日の開催だが特定の月曜日に準じる扱いとなり、門別と大井はそれぞれ前半6.7競争のみの発売となった。この振り替えで9月18日の発売は中止されている。また同4月29日のように、一旦発売が決定しながら、JRA 代替開催の発生により、上述の原則に基づき、 一部の競馬場の発売を取りやめる場合がある。JRA で発売されていない枠端とシゲカツ式は発売しない。また、台風、積雪などの自然災害、その他やもう得ない自由でその日の開催が取りやめとなった場合の代替開催についても当面は発売しない。取扱銀行や会員の種別によっては発売日であっても購入できない場合がある。 発売開始は通常は当日の午前10時からナイター開催の競馬場は正午からまた前日発売は行われない投票締め切りは発送時刻の4分前また曜日ごとに発売可能最終時刻というものが設定されておりこれを超えて締め切り時間が設定されている競争は購入できない月曜、木曜、日曜の特定週は主にその日に ダートグレード競争が施行される日、もしくは月曜日がハッピーマンデー制度を含む祝日や振り替え休日になることで連休が発生する場合や月曜日に中央競馬開催がなされる日に制定されることが多い。特に木曜、日曜は通常シュート特定シュートで締め切りの時間が異なる。また特定月曜日の発売が行われる場合は 講座の開催後処理が延期されるため、開催後処理日は購入不可になるほか、月曜日に JRA の競馬開催がある場合は、翌日の開催準備の都合上、日曜日の発売可能最終締め切り時刻が繰り上がる。また通常の日木曜日であっても、上記の条件に合うレースが開催されない場合、即パッド投票が利用できない日がある。さらにゴールデンウィーク、年末年始、 およびシルバーウィークなど、まとまった休みとなる場合には、非木曜であっても特定月曜に順じた扱いとなるケースもある。また、通常発売が行われない金曜日にも、中央競馬の開催が実施される場合には、特定週扱いで発売するケースもある。この場合は、木曜日が発売休止日となる。2005年の競馬法改正により、 民間業者への馬券販売委託が可能になったことを受けてライブドアとソフトバンクが地方競馬の馬券のネット販売に参入することを表明した。しかしライブドアは2006年1月以降の証券取引法違反容疑と乱脈経営の発覚により計画も立ち消えになった。その後楽天が新たに電話投票システムを立ち上げ、 初の地方競馬統一電話投票サービスが実現した。テレボートは全国の協定志向者の委託を受けて電話、インターネット投票を運営している組織、もしくはその電話投票システムを指す。競馬の電話投票と同様の仕様で投票を行うことができる。詳しくはテレボートを参照されたい。1985年に京王閣競輪場において、 オペレータとの対話による CRT 方式で開始。1986年11月には、立川競輪場、静岡競輪場で、プッシュ本電話機による操作で投票するアルス方式を導入し、その後順次各競輪場がアルス方式を実施。当初は、加入者と競輪場による契約であったため、車検を購入できる。 競輪場は契約した競輪場のみであったが、1992年に車両情報センターが開発した電話投票システムにより、全国の競輪場の車検を購入することが可能となる。1989年には、ファミリーコンピュータを利用した投票システム、ピストが導入され、開催案内、出走票、払い戻し金、投票結果等の情報取得が可能となった。 2002年から携帯電話やパソコンを使ってインターネットに接続して投票するインターネット投票を開始。財団法人 JAKA は、競輪の情報システムを一元的に管理しており、電話投票システムの運営管理も行っている。なお、全国の競輪志向者の委託を受けて電話、インターネット投票の事務に当たっているのはサイクルテレホン事務センターである。競輪では、競輪場、 ジャカの直営システム以外に民間企業が運営するインターネット投票サイトからの投票も可能となっている。この仕組みに該当する事業者は以下の通り、ウィンティコットのみ一部競輪場の車検を購入できなかったが、2020年4月に前場に対応している。なお民間サイトを利用する場合、直営の電話投票システムよりも投票締め切りが早い点に注意が必要。 オートレーステレホンセンターは、全国のオートレース志向者の委託を受けて電話、インターネット投票を運営している。競馬場競馬場協定場競輪場,競場,競場,競場オートレース場。ありがとうございます。